皆さんこんばんは。山田遥香の人物探訪始まりました。私はですね、今日翔と涼子とひらちゃんとという私が3人でやってるバンドのミュージックビデオを撮影してきました。いつ公開されるかわかんないけど、ちょっと楽しみにしててください。ではですね、本日のゲストはこの方に来ていただきました。イエーイ、皆さんこんにちは。何者人物探訪、うん、初めて出させていただきます。ありがとうございます。女優とシャンソン歌手をやらせていただいています。コメスゆかりと申します。ゆかりさんに来ていただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。もう出たくて出たくてこの番組に。ありがとうございます。あ、でも絶対にゆかりさんを呼ぼうと思っていたので。本当ですか？思ってました。本当に結構いつも見て、はい、あ、呼ばれないなと思ってて思ってました。ちょっといじけてました。いじけてました。どうして呼ばれないんだ。当初からもう絶対にゆかりさんは呼ぼうって思ってました。本当ですか？リストに入ってます。ブラックリストに入ってます。もう当初から入ってます。やっぱ変じゃないから。いやいや、十分です。十分です。なんで来ていただいてありがとうございます。こちらこそ呼んでいただいてありがとうございます、はい、でこの元気なお姉さんが何者かというと平たく言うとシャンソン歌手であって、まあ、役者さんであるっていう、ね、そうです感じなんですけど、シャンソン歌手と一言で言ってもあれなんですよね。エディットピアフ専門なんですよね。そうです。私はエディットピアフオタクのコメスゆかりでございますから、はい、ピアフの歌を主に歌っております、はい、エディットピアフ知らない方に端的に言うと、まあ、端的に言うと、うん、まあ、フランスで生まれ育ったフランスを代表するフランスのシンボルのような歌手。まあ、でもね、世界的にもシャンソン歌手って言ったらエディットピアフですよね。そうですね、もう、うん、そうそうそうです。で、日本では越路吹雪さんが愛の讃歌とか、うん、バラ色の人生を歌われて有名に なっております。うんですね。なんでエディットピアフの曲だけ歌ってるってことか。他のシャンソンは歌わない。あ、もう歌いますけど、あ、歌う。主にもうピアフしか歌ってないです。あ、そうなんですね、うん、じゃあエディットピアフ専門のシャンソン歌手って感じ。そうですね、まあ、うん、特筆したみたいな。あ、そうなんですね、うんうん、で、それでゆかりさんは、はい、シャンソンのお店でずっと歌ってらっしゃるんですよね。そうです。市ヶ谷にあるエトワールというお店、はい、素敵なお店なんですけど、劇空間エトワール。あ、そうですね、こちらにあります。この場所です。こちらが劇空間エトワールといって、うん、まあ、劇空間ライブハウスなんですけれども、うんうん、シャンソンフランス文化研究所という研究所も、はい、兼ねてあります。あ、そうなんですね。私も知らなかったです。研究員でございます。あ、研究員ですか。院でございます。お、はい。でこちらのお店はシャンソン歌手のユーロさん。はい、私の師匠でもあります、はい、シャンソン歌手ユーロが経営しているお店でございます。はい、そちらでずっと修行。修行、そうですね、修行、もう修行中、うん、修行中真っ只中。あ、今もですか。今も、うん、そう、まあ、やっぱね、よく、うん、まあ、かっこいいこと言いますと芸術には終わりがないというか。そうですね、芸には終わりがないので、ね、もう、もう死ぬまで修行をさせて、うん、あ、万年修行。万年修行、もう坊主のような。ミートゥーですよ、ミートゥー。ミートゥー、一緒です。一緒です、一緒です、もちろん。もう惜しい、うん、一緒です、私も。はるかさんも本当そうですよね、昔から、うん、ずっとやり続けてる、うん、走り続けてる。そうですね、まあ、マイペースに。ですけどね、私もマイペースですね、うん、でも言うなれば、うん、はるかちゃんとは実は東京に来てからの友人で、はい、ゆかりさんは沖縄出身なんです。あ、そう、あ、そうそう、沖縄出身。はるかちゃん横浜の。あ、そうですね、横浜女子。はい、はるか東京に来てから一番長いお付き合いのある友人です。本当ですか。うん、ありがとうございます。そうでもないみたいな。いやいや、そんなことない、そんなことない。いや、でもかれこれ長いですよね、知り合ってからね。そう、十何年、うん、私が19歳の一番最後の終わりの日に新宿三丁目の、まあ、飲み屋さんですね、まあ、クラブみたいな、うん、なところに面接行ったんですよ。で、そこのお店に二十、まあ、歳から入って、その時の先輩が、そうなんですよ、なんか14年ですよ。おー、14年、うん、あ、なんかもっと長いと思ってた。そう、14年、でも長いですよ、14年も。14年長いです、
それでそこで働いてた先輩なの。でその時はゆかりさんは役者として活動してて、はい、あ、そうなんです。まだ全然シャンソンのシャの字もなかったですよね。そう、シャの字はなかったその時は、うん、その時は本当役者バカで。そうですね、本当役者さんって感じでした、ね、役者さんで、そう、劇団にいて、はい、いたんですけど、うん、劇団が解散してしまったので、うん、もうあちこちオーディション受けまくっていろんな劇団に出させていただいて、うん、後に自分で書いて演出したいなと思ったので、うん、自分で書いて演出しだして、はい、で私でチュラリズム企画というグループ団体を代表で発足させました、うん、その2回目の公演で、なんと山田遥さんにご出演いただいたのでございます。そうです、そうです。その、まあ、先輩後輩として仲良くさせてもらってて、で私がその、まあ、美大、その時美術大学に在籍中だったので、まあ、在籍しながらいろいろ活動してて、そういう話とかしてたら、そのゆかりさんが主催の公演に誘ってもらって、なんで二十歳の時にそのゆかりさんの舞台に、はい、そうですね、役者デビュー二十歳だったんですね。そうですね、したんですけれども、まあ、その時初めてそういう演劇というか、はい、やって、でもやってみて、あ、ちゃんと私には向いてないんだなって分かりましたね、はい、でも何事もやってみないと分かんないじゃないですか。うん、だからすごいその、うん、チャレンジ精神旺盛な感じが大好きです。 ありがとうございます。でもそれからやってないんですか、うん、はるかちゃんは。そうですね、あれですよ、その今は AV の撮影にメイクで行ってますけど、一時期ちょっとエキストラで行ってた時があって、エキストラって言ってもエロいこととか何もしなくて、うん、多分脇役としてセリフがあったりとかして、うん、でそれでその、まあ、ドラマものとかだとがっつりセリフがあるので、その時に言ったりとかしたけれども、ビジュアルのうん、バンドビジュアルのプロモーションビデオでも、あ、はい、OL の私一人4役でやってるビジュアル系バンドのねミュージックビデオ、はい、あ、そうですね、OL 役やったり、そこでもお芝居をやってますね。そうですね、小芝居ですけど、ね、小芝居そうそう、可愛い OL もザーみたいなでもその、まあ、そのゆかりさんのに出してもらって、あ、私には本当に向いてないと思えたので、それはすごいいい経験でした。はい、でもすごいハマり役で、その時はナンバーワンキャバクラ、キャバ嬢、あ、そう、キャバ嬢役で、まあ、主人公のね、男性を翻弄する役だったんですけど、その時も面白かったですよね。面白かったです。でバンドと演劇とダンスのコラボレーション、うん、あ、そうですね、ただの演劇っていうよりかは、こう役者さんが演劇をしている後ろにバンドがいて、うん、バンドが生演奏する。そう、生演奏、全て生演奏で、うん、劇中か劇中の中の歌は全部そのバンドさんのオリジナルの歌を、うん、あの時は何曲か10曲ぐらいですかね、うん、10曲ぐらい組み込んで、その歌の中でシーンをこう盛り上げていったり、うんうん、踊ったりしていくっていう構成でやらせていただきました。で、その構成が今の活動にもつながってるじゃないですか。そうですね、はい、本当に基本変わってない、ね、そうですね。その後そのシャンソン歌手にこう方向転換して、ゆかりさんが今もそのシャンソンのお店のエトワールで、ゆかりさんが書いた本とか、ゆかりさんが主催のイベントとかやってますけど、はい、それも演劇があって、その、そう、その歌があって音楽があってっていうのが、そうなんです。私の基本の中で普通にこうお芝居をストレートにする作品ももちろん好きだし、うん、やってきましたけど、私の作るものはなぜか、うん、こう歌が間に入って、 そうですね、その歌にコラボレーションさせたお話、うん、シーンをこう組み込んでいく、うん、で間々にこうパフォーマンスが入ったりとか、うん、踊りが入ったり縦の演舞が入ったり、うん、まあそういう感じでやってます。そうですね、それがもうなんかゆかり色って感じですね。そう、私色、私色そうで、一つ、まあ一つこう役者を、はるかちゃんも初体験だったんですけど、うん、はい、うん、もうやる気があればどなたでも OK じゃあやる気がある方はゆかりさんまでということで。そうなんですよ、はい、なんかこういろんなその人の持ってる持ち味とか個性とか、うん、その人にしかできないことを
組み込んで、うん、一つのこう物語にしていくのが好きなんですよね、うん、だから結構役も当て書きだったり、はい、当て書きにして、うん、こうもらうエネルギーで本を書くことが多いです、うん、ああはい、うんうん、そうなんです。なんでそのまあね、ゆかりさんが主催のそのエトワールでのイベントとかもあのなんていうのかな、いろんな要素が詰まってて面白いんですよ。そうです、もう本当誰かがね言ってくれたんですよ、うん、なんかこうひっくり返したおもちゃ箱みたいな、うん、そんな本だね、うん、クレイジーな、クレイジーでも結構私はいつも泣いちゃいます物語にそう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 、出た、うん、いつも感動させられてます。で一つね、うん、もうなんかちょっと腹が立たないんですけど、うん、本当にこれ君が書いたのってよく言われますあこの感じとあの台本が結構あれみたいな、そうあれみたいな、うん、絶対こうコピーライターゴーストライターいるでしょって疑われちゃう、うん、いつも疑われて、それ褒め言葉じゃないですか、そうなんだけども、うん、こういつもこう書いてる時ってこれ何かが、うん、私スピリチュアルでも何の宗教でもないんですけど、うん、やっぱこう降りてくる、うん、作品作る時って、うん、でこう手が止まらなくなったりこう、うん、こうバッと一晩で仕上げることが多いんですけど、うん、まず第一稿は、うん、降りてくるの、うん、で、うん、自分がこう絵コンテで最初思い描いてた展開にならないことがあるんですよ、うん、書いてるうちに、うん、もう書かされるというか、うん、そのキャラクターが勝手に喋り出すみたいな、うん、でそういう感じで本を書いてるんだよって言ったら、うん、それで大体納得されます。あ、だからねって、だからね、君が普段喋るボキャブラリーとは違う言葉 の、うん、そのこう数とか、はい、あの普段君が知らないような語録も本のセリフでは出てきたりするから、うん、そっちの方を信じるよってそれで納得してくれるってことですね。それで納得そうしてもらいました、うん、友達には友達に納得してもらいましたかそうなんでまあシャンソン歌手でありあの役者であり物書きでもあるっていう感じですよね。そう物書きですね、脚、ねうん、本家というかね、うんうん、それで私そのゆかりさんの舞台に出させてもらった時のご縁でその今やってる、うん、私一人4役でやってるビジュアル系バンドの、はい、あの音楽を担当してくれているバンドがその時出会った方だし、ゆりかしゃみちゆれさんね、ルイをやってるルイさんっていう方だし、あと私が今こうして AV 業界に関わってるのもゆかりさんがその監督とつないでくれたから、あなんでゆかりさんにはとてもあの監督さんですね。あ、そうですね。カットでも感謝している。はい、いやいや、そのこちらこそ。いろんなご縁をね、つないでいただいて。そう、私ご縁とご縁をね、結ぶのもすごい好きなんですよ。あ、そうなんですね。そう、うん、だからこのなんか私言うもんじゃないですけど、うん、あの私の作った作品とかで、はい、ご縁がどんどん結ばれていって、うん、また違う世界にこうどんどん発展していくのが、うん、見ていて楽しいし、はい、嬉しい。あ、ブルガリベイベーでもね。うん、共演者同士が結婚して、あ、そうですね、今すごく幸せな、ね、一番最初に出た舞台なんですけど、そう、はるかちゃんも一緒に出た舞台、うんうん、ね、結婚して今すごく、ね、幸せな、はい、うん、ご家庭を築いていらっしゃる、ね、いますね、うん、役者さんもいますしね、はい、うん、ではさて、ではさて急にお題変更なんですけど、ゆかりさんがこの間あの、はい、パリに行ってきたということで、エディットピアフ研究家として、はい、研究家としていろんな聖地に巡ってきたんですよね。はい、行ってまいりました、はい、そう、どういう旅だったかというと、はい、あ、ここにはない、うん、これはじゃん、私と作ったオリジナルの旅のしおりです、はい、ここに番号があって、はい、ここに番号の駅、はい、駅の番号を見たらここはどういうとこかってここに概要が載ってます、うん、で大体の地図をこう掴むために自分で書いたこうパリ、おお、すごい、で何区ってこう、はい、うん、書いて自分が今どこにいるのかなって把握できるように作りました、うん、大野先生からこういう本、人生のアドレス、エディットピアフ場所とルートっていう、はい、この本を貸していただきました、はい、そしてこの本の中には何が書いてあるかっていうと、うん、じゃん、こうやって、うん、エディットピアフの運命の場所、はい、これはどういうことかっていうと、うん、
ピアフがキャバレーデビューする時の街で、はい、あのピアフは歌っていたんですけれども、うん、そのエディットピアフになる前に歌ってたんですけども。 Tokyo Borderless TV